こんにちは。オイル公演が終わりました。渚最高初披露させていただきました。チーム M でセンターさせてもらいました。どうでしたか皆さん。体調は大丈夫だよ。こんにちは。ガチ音のショー、あまりにも良くないじゃん。嘘、本当に雪でした。やった最高でした。やったねよかった。いや、あの一昨日のナンバラはまた違うポジションで、でまあ言ったらジポジ、そのチーム M でジポジの時も違うポジションで、で今回ねチーさんポジでセンターだったので、もうすでに3ポジ目でございます。3ポジ目もう 3個も。でもね、そう4ポジ目もね覚えない、覚えるかも。あ、絶対覚えんねん、まあ、次のチームとかになったらね。でプラス N もしまたぐ可能性あるか分からんけどってなったら5ポジになるのかな。さあどうなるんでしょうか。新公演始まった時は渚最高ってことか。そういうことです。なるほど、それで違うポジションを覚えることになる。そういうことなんですね。そう、一人でできそう。一緒やったらラッキーやな。一緒じゃないな、全部一緒じゃない。うわ、ギリ一緒かも。うわはい、最高でした。そう、発売されたばっかりでもう散歩締めでございます。そう、いやでもセンターの振り鉢も全然踊ったことない振りばっかりやったから、ちょっとどうなるかと思ったけど無事に終わってよかったです。まああと一公演あるので気を抜かずに頑張ります。頑張りますこんにちは。隅のチーム M 楽しみにしててください。そうだね、夜公演も出る、ね、お11、あ、埼玉スーパーアリーナ太陽ロです。楽しみですね。あ、応援してマングス。お、お手紙楽しみにしとこう。こいとつ一番好きだ。わかる、私もこいとつ大好きだから、めっちゃその自分の思いも詰まってる公演やから寂しいですね。あ、そう、久しぶりにねシーズゴン、久しぶりではないか、シーズゴンもさしてもらって、あ、こっちの方がいいね、させてもらいまして、こんにちは。そう、ユニットシャッフルが終わったっていうんですかね。そうなんです、元のあれに戻りました。直接お誕生日おめでとう伝えられてよかったです。嬉しかったよ、ありがとうね。千秋楽のつもりで入ったからたくさん目があって目に焼き付けられね、ちょうどゼロズレが多かったね。
11はそう千秋楽がねそう近いから元に戻りました。もうマジでいつまでっていうかあとねどれくらいやるか分からんから何回か、もう次決まってんの16だけなんでね。ねね、チームウェブ私も大好き。考案グッズ紙でしょ。そうなの、超可愛くない、あれあれ可愛いよね。いや我ながらすごいあれはいいねジレンマ、あーそうだね、結構レアかもジレンマ見れた人。あんまやってなくない？そうだね、片手で数えれるぐらいしかやったことないですね多分。レアです。鏡これで逆転見れた。そうだよね、逆転もねあんま言うてやらんかったし、そう自己紹介確かにそこでね分かるよね、うん、お初握手よろしくお願いします。金谷だけは全く飽きることなく、嬉しい。千秋楽待ってるよ、新推しで興味持って大阪握手会、嬉しい、ありがとうございます、待ってます。塩のお話もしましょう。上着あったかいよ、いっぱいです、ありがとうってちゃんと見えたよね、千秋楽前に入れてよかったそれな、うん、そうなんです、しおりさんともねずっと一緒やったんですけど。何がチームです。わー、しおりさんとゆいのはずっと一緒やったんですけどついに離れます。クロミちゃんとパジャマ、あ私も今クロミちゃん、これお礼に行きたいぐらい大感謝。マジ、ちょっとちょうだいちょうだい、もっとそういうのちょうだい生で見れずだったのが、そうだよね、もう多分やらんからね。30回目、嬉しいね。ベスト曲、あら好評すぎてね、全メンバーね、確かにそう、選抜グッズ考えてって言われたからな。私はひるこえありがとうございました。そうセンターでした。シーズゴンしか見れ、あら逆にね、セーター T シャツ、あ嬉しい、注文してくれたの。センターいやそんなに緊張はしんかったかも。そろそろ時期なんかやっぱ久しぶりにこう明るい、久しぶりでもないけど明るい曲なんかね、暗かったから笑えるセンター曲でよかった、なんか楽しいですね。でもまだその立ち位置と動線が結構ねみんなねね、そうなんかねいろいろ変更とかあってちょっとねややこしいのでそこがヒヤヒヤしました。でもなんとかできてよかった。お劇場入る、嬉しい、待ってます。れちゃんと一緒だから、そうね一緒です。一泊取って、マジで嬉しい、待ってるよ。そう離れちゃうんだよ。あこんにちは、うん、あ、ひき肉ポーズ見れた。コアグッズ神ギュギュギュ、あ、太陽ロー神、5ヶ月ぶりにコイントツ公園入ってレイコさんが体調崩されていなかった。あ、そうなんですよ、すいませんね、そうなんですよ。あ、あれ撮りましたよ、みたらしの最新動画。なんで載せてないねん後で見せますね。載せないんですか？載せます載せます、待って、え違和感なちょっとまだ柔らかいんだけどやだやだ、柄が柄みたいになってエビツタタタワレコン回って群馬に、あー嬉しい、聖地巡礼してきて。キャリーケース、あこれは明日のレコのあれやろ。あそうですそうです、東京泊泊まる分、一泊分やろ、一泊分全部入ってるんですよ、人一人とあとちょっと服とみたいなあまりにセンターのレコちゃん輝いて泣きそう。嘘、嬉しい、よかった。あれっすね、あ
あ、風早くなりますよ、ありがとう。アベマイナ離れてもらった時お写真全然もういくらでも何でもかんでも遠征なるか握手会とくっついてるに、なるほどね、原田確かに一緒です体調崩し病み上がりやったか、あ、そうなんや、燃焼しよう、それはそう、見たらしい、勇気出して初めてがホイットス公園でよかった、嬉しいそう、人一人と夜公園のパスポート最初のポーズ何するうわ、何にしましょう、さっきユニットやったから、これもな、考えることがなくなるんですよ、確かに、もうでも何やろ、夜公園、こんにちは、ジョニスさんは分かんないです、あら、風邪、もうみんなね風邪ひいちゃって、いやーねー、レイコ、あれやな、ちょっと遅かったタイミング、そうですね、そうみんながギョギョ言ってる、そう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 、でもその時はまた違う病で苦しんでて、あら、そう病、そう、じんましんがすごくて、夜公演は何か起きるってわけではないけど、そうですね、昼と同じ感じそうだね、ねえ、やっぱ変わり目ですんで、急に寒くなりまして、そう、やっぱ可愛い曲っていいよね、わかる、そうなんですよ、そうそうそう、ライブのね疲れとかもきっとこんにちは、あったと思うんで、美味しい、これ夜公演も当たらなかった、眠たい、眠たいよ、紅茶、ゴゴティー、豆遣いしてました、私今しおりさんからここにあった壊れかけのレディオレディオいただきました、この前しゃぶよう行ったやろ、行ってないんか、行ってないっす、しゃぶよう行きましょうよ、しおりさん、しゃぶよう行きましょうよ、みんな大好きしゃぶよう、いい団地泊まりましょうよ、ほんま呼ばれてないゆい団地お泊まりしてきました、レイさんとケイトちゃんと、あら、しおりさん奈良やろ、でもそう、奈良です、遠いな、ちょっと遠いっす、勇気いるな、それは、でもパルがいるんですよ、そうだね、ねえ、あんなそうだな、ゆいなとね、ケイトちゃんがちょっと先寝てたんですよ、なんか地べたでなんで私とレイさんのお風呂待ってくれてて、で、ゆいなにドライヤーの風を長時間当てても、うんうん、鼻と口を同時につまんでも起きないんです、うん、やばめって、やばくないですか、どこで生きてしてんだよ、確かに耳で生きてるじゃん出口のことやから、ちょっと動画撮ってるんで後で見せますね、見たい、おもろひたすらドライヤーの風を当てられて、アイドルのオフの姿ってさ、めっちゃおもろいよな、おもろいっす、ちゃんと人間、うん、見せたくはないし、うん、見られたくはないけど、うん、エピソードだけ面白いですね。そう、エラかな、エラで呼吸してたんかもしれない。びっくりしたな、怖かったわ。お、幕張関東一部二部。確保してありがとう。お、15分経ちましたね。経ってしまいましたね、15分ということで。私は寝る時間あるかな、ちょっと10分でも5分でも寝ようと思います今から。
行きみゃーす。じゃあ順位発表しみゃーす。うわー、しゃいしゃい、やっぱりね、やっぱりそうだよ。元気があれば何でも、でかいな一人ごとで。13位ひまわり咲いた、3ありがとうございます。12位たけちゃん、ありがとうございます。11位ひささん、ありがとうございます。10位まさひろさん、ありがとうございます。9位あいか、ありがとうございます。8位えり、ありがとうございます。7位しーさん、ありがとうございます。6位ちなみさん、ありがとうございます。5位たびきょんさん、ありがとうございます。4位たーくん、ありがとうございます。3位やなぎさん、ありがとうございます。2位たかさん、ありがとうございます。そして1位はなまるさん、ありがとうございます。ということで、ゆる公演も頑張りマングースしたいと思います。マングース。ということで13位ほな、ワンタン麺。12がます。